ってしまったんですけども、まあ、先ほど金村選手のですね、まあ、コメントを聞いてもらったら分かる通りに、まあ、1000万円を取られています。まあ、両軍団500万ずつ出し合ったということなんですけども、まあ、ウィングの500万というのは先ほどのコメント聞いてもらえば分かると思うんですけども、今回この両軍団の500万を出したあたってですね、ミスターポール選手が、まあ、自分のコスチューム等をいろいろ売ってですね、金額的にヘルプしてくれたわけですけども、まあ、マクラー選手としてそういうポールさんの気持ちっていうのを信じて受け取ってるわけですね。うん、そうですね、やっぱり最初に、ね、自分らの控え室にポールさんが来た時にやっぱみんな半信半疑でお互いの目を見つけて思うんですけどね、はい、やっぱり、その後も自分らと組んだり、はい、シュート目の結果でね、はい、まあ、残念だったですけども、はい、やっぱりね、日本ラグビーのために戦ってくれて、また今回こういうふうに、ね、資金の方もなんとか組みしてくれたっていうのはやっぱり、うん、それに応えるためには、うん、試合で結果を出さないといけないでしょうかね。そうですね。でこのデンゲバッカーなんですけども、ウィング側からの要求があったわけですよね。うん、そうですね、やっぱり、うん、まあ、この FMW、まあ、大西さんがこの編み出したこのデンゲバッカーでの、逆にそのウィングの方がね要求されたっていうことで、何クソっていう気持ちってのがありましたかね。やっぱりそのなんですかね、この中でデスマッチっていうのをデンゲバッカーとか体験したのは田中と小坂だけなんですよね、はい、あとの4人っていうのはね、他のいろいろなガラスとかもやってますけど、はい、こういうふうに電流を始めたのは、その覚悟も向こうもいると思うんですよ、はい、うん、それで向こうから、うん、決定という形で持ってきたので、はい、受けてたそうじゃないかっていう、はい、実際どうでした、初めて会った電流バッカーというのは、うん、やっぱり最初怖いですよね。試合前は緊張するのが毎日はそうですけど、はい、やっぱりこういう経験ないですね、今まで見てたものを、はい、の中に入るっていうのは本当怖かったですよね。まあでも売られた喧嘩は買うしかないなという、うん、そう、うん、まあそこまでやられたらやっぱり、ね、やらないと思います。6人っていうね人数が逆により一層恐怖心を見ている方は覚えていると思うんですけども、何しろスペースがないわけですからね、うん、そうですね、やっぱりね、ストリートと違って表は使えないわけですね、はい、ロープも使えないですね、うん、この限られた中でやるっていうのは必要なんですよね。これで中川選手当たりましたね。南條選手どうですか、ね、うん、すごいですね。セカンドについて見てても威力が強くて怖かったですからね、正直。でこれは電流バッグを使ってなおかつそのあと時代のおっさんになったので、ね、一瞬仕事目の候補さんの悪夢が見ている方としては思い合いますね。そこも全員それは同じこと考えると思います、うん、この時点で2対3というかなり形成的不利になったわけですけど、もうこの時は意識っていうのは、うん、そうですね、一発目に電流に当たった時にもうほとんどというかもう記憶はないです、うん、実際あれですよね、この、まあ、試合自体見るのは今日初めてだと思うんですけど、まあ、このあとどういう行動が行われたかっていうのは基本的に分からないわけですよね、まあ、こういった早見さんが声をかけてるんですけども全く聞こえないような状態、想像以上のものが、はい、動く、はい、何の選手か見てるの、ヨシテフトのメンバーだったの、この威力だけで本当にもう大田さんがいる頃からそこに見てても本当に怖かったですし、お客さんにも伝わってると思うんで、はい、うん、入ってみなければわからないと思いますけど、はい、やっぱり怖いですよね、はい、かなりね中でエビの攻撃が繰り広げられてるんですけど、ただしそのリングの中でも彼らがやろうとしていることは狂気ないし、それに頼るだけではなくてですね、レスリングをしっかりと押した上だってことを強調しているわけですけれども、その辺はやっぱ中川選手ももちろん同じ意見。そうですね、うん、まあね、やっぱりデスマッチっていうとやっぱりなんか、ね、色眼鏡で見られる部分があるんですけどね、はい、やっぱり基本的にやってることは
一緒なんだよ、はい、うん、ただそれにいろんなバリエーションが加わってるだけだって、はい、うん、この時点でまあ中川選手が被爆してもう3分、4分経ってるんですけども、まあ、1分ちょっと起き上がる気配はないわけですけど、実際にこの自分のいない間にこうやって中を見てるね、この2人にはまあ本当に苦労かけてますよね、こう見てると。逆に中川選手から見たウィング3人っていうのはどうなんでしょうね。もちろんそのウィング自体がこの FMW から生まれて分裂してできたものじゃないですか、ね、それがある意味で今この FMW の中のリングを支配してるっていう部分もあると思うんですけど、前にやっぱりやってたウィングとこのね、FMW のリングとっていうウィングとなんか違うような気はするんですよね、はい、うん、ちょうど中川選手が入ったのはウィングスが FM、まあ、ポール選手をはじめビクター・キョウ選手が FMW を抜けた後に入ったわけです ね、入れ違いのような形で入ったんで、はい、実際には、まあ、トランドがいないんですね、はい、その入った状況の中で、まあ、感覚的に感じたもので、やはりこの FMW にミックスでできたウィングっていうような感情的なものがあったんですかね。どうなんですかね、まあ、そこまでね自分らとしてはないと思うんですよね。やっぱりこの田中にしろ黒田にしろ、うん、一緒にやってて抜けたわけじゃないんで、はい、結局自分らが、ね、入ってきた後に、うん、逆にこの向こうが入ってきたっていうような感じの感覚だと思うので、先ほど言ったような、まあ、違った感じのウィング、新しいウィングということなんですね、はい、そうですね、まあ、彼らたちもその自負はあると思うんですけどね、うん、やっぱり、ね、向こうで、ね、いろんなことをやってきたっていうのはあると思うので、はい、もうちょうど1年前に、まあ、ヤング・オブ・インディペンデント・リーグの方が6人になって代表を争ったわけですけど、それがもう今ニューオーリンズやってるっていう、逆にこの6人自体がやっぱり FMW がね大差だけではないっていう、ね、やっぱ逆に実績を積み重ねてきたと思うんですよね、なんで選手どうしても FMW という大差っていうのはね、消えなかったわけですけども、でも実際にこうやってメインを張ってるのはこの6人なわけですからね。そうですね、本当FMW のイメージをいい意味でいろんな感じで変えてくれたのがやっぱこの6人だと思いますし、はい、FMW の速さだけじゃないっていうところを見せてくれたっていうのもありますし、はい、こうやって中川選手やっとこうやって動き出しましたね。そうですね、自分の中では気がついた時にまだね、どんなん立ってるってこういうなってる状況もよく分かんなかったですからね、はいはい、うん、薄れゆく意識の中でという感じですね。そうですね、体がまず言うこと聞かないんですね、はい、この辺のウィングの連携っていうのはどうですかね。連携に関してはやっぱ完成されてますよね、はい、田中のタフさっていうのは、うん、タッグを組んでて、まあ、これは異常でしょう、田中のタフは格差っていうのは、はい、いい感じですもんね、本当に、はい、もう持って生まれたものってやっぱ、うん、もちろん練習して練習してこれだけ大きくなってますからね、はい、やっぱりね、あれだけ温泉行った時から、ね、どん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 インステスの中で、はい、どん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 当たってましたから、はい、うん、それでもやっぱりこうね、ずっとやってきてるっていう状況なんですかね。これ落ちた時に失礼かけた意識がまた再び遠のいていくので、それでまた僕は被爆しましたからね、うん、これも田中一人になりました。これが FMW スピリットっていうのは
ね、最後のやっぱり試合は諦めちゃいけないと思う。かなりの数のね、技を受けているわけですよね。ずっと受けてますよね。うん、ウィングたちも一気に戦いにかけてですね、やっぱ金村選手自身から締めれば、やっぱ田中からホールを取った上で、うん、そうですよね、やっぱり、ね、決勝でやっぱり去年の、ね、はい、リーグの時に田中に優勝を持ってかれてますからね、はい、メガヒでも奪いたいですよね、はい、もちろん保坂選手からしてみても結構自分が取ってやろうかなっていうのは、ムーの3人は特にそういう意識があると思うんですよね、はいはい、うん、まあ、彼たちは仲間っていうべきもそれぞれライバル意識があって、うん、なってる、はい、うん、ちょっと FMW とは違った意味でも、ここでリングに戻ってきましたね。向かい合う方すごくいいんです。そこの全員、はい、女子も含めて全員そうだと思うんですけど、はい、1対2になろうが、はい、3対1になろうが、絶対に女王が勝つっていうのは、はい、そこに女子も含めて全員、はい、それは真実だと思う。なるほど。タイムアウトではこれ執念の一発でしたね。この辺のやはり無意識で、うん、体がやっぱ勝手に動いているような状態があるね。なんか今ビデオで見てこんなことやってたのかっていうような状況ですかね。うん、ただその分今ちょっと田中がね今までやられてるんですけど、ね、あっ、うん、なんとかして勝とうっていうのはこの辺に見えますね。おお、これです、この一撃ですね、うん、これはでももうやらしくなかったと、うん、行きましたね。これもう喋るよりもこれ見てもらいたいっていうの、最後はもうこれしかないですね。勝ったっていう意識はないですね。ただこれでアイドルレーン取られたら1000万円に向けてのステップができたなっていうのは、そうですね、これI'm gonna go get some more.
走り合って大きくやっていくことによってですね、本当にそのスーパーインディーというのが明確に見えてくると思うんですよね。あくまでもまだスタートですから。金目から、ああ、よく。これらが、これらが燃料爆破の強化。おめでとう！燃料爆破の恐怖、まあ、これはもう田中自身もウィングに対してはなく自分たち自身にもまたこの一つ恐怖を力にしてやっぱりね、3年間食べたらいろんなことをやってきたらできたらと思って、次の挑戦が待ってるわけですけど、まだやり残したことがあるんじゃないですか。俺たち二人がまだ9秒で取られた一戦は今日勝った。この流れで俺たち取り返そうじゃないですか。電流爆破の恐怖を身をもって体験した金村、その代償は計り知れないものとなってしまった。この試合で背中に大やけどを負った金村は続くフラッシュオーバー96に全試合欠場を余儀なくされた。